ムンク美術館の玄関ムンク美術館の前景。ムンク美術館は画家エドバルド・ムンクの作品や生涯についての資料を展示するノルウェーのオスロにある美術館である。ムンク美術館はオスロ市立映画館の利益をもとに設立され、1963年にムンクの生誕100周年を記念してオープンした。収蔵品はムンクからオスロ市に依存された作品や記録類。 妹のインゲルムンクからオスロ市に依存された作品及び市場で購入された版画作品等からなっている。現在はムンクの絵画作品の半分以上とすべての版画作品を収蔵している。その数は1100点の絵画、15500点の版画、4700点のドローイング、700点の主題、6点の彫刻、500点の版画原版、 2240点の本、その他の多くの品に登る。この美術館には教育部門や保存修復部門もあり、またパフォーマンスアートの上演施設もある。美術館の建物はアイナルミックルバストとガンナー・フォーナーによって設計された。ミックルバストは1994年に文句死後50年記念として行われた拡張と改修においても重要な役割を果たしている。 この場所は1984年イコールセンヤングの映画が撮影された場所でもある。オスロ市当局はオスロフィヨルドに面した市街東部のウォーターフロント再開発地区、ビョルビカにムンク美術館を移転する計画を進めている。この地区には2007年にオスロオペラハウスが開館しており、リンチに美術館を移転させることでオスロの文化の新たな中心とすることを目指している。 新たなムンク美術館は、同じく、オスロ市街地から移転してくる、ステネルセン美術館と同じ建物に入居する。建築設計協議の結果、スペインの建築家ディオである、アバロスヘレロスが、ムンク・ステネルセンの設計を勝ち取り、2013年の開館を目指して建設が進んでいる。2004年8月22日の日曜日、ムンクの代表作である。 叫びとマドンナの2枚が武装した強盗らによって文ク美術館から盗難された。ノルウェー警察は2006年8月31日に2枚とも取り戻したと発表したが、詳しい経緯は明らかにされていない。2枚とも修復の上、再び展示されている。ありがとうございます。